1964年マラウイ総選挙は、マラウイが英国保護領ニアサランドから英国自治領マラウイへと独立する直前に行われた選挙である。マラウイの初代大統領、ヘイスティングズ・カムズ・バンダの像。1961年ニアサランド、立法議会選挙において圧勝したヘイスティングズ・カムズ・バンダ率いるマラウイ会議党は、翌年の1962年に、 自治権を獲得した。さらに1963年にはバンダが首相に就任するとともに、年末にはローデシアニアサランド連邦からニアサランドへの分離を果たした。そして翌1964年には英国保護領ニアサランドから英国自治領マラウイとしての独立を果たすのであるが、この1964年マラウイ総選挙は同年の保護領からの独立直前に行われた。 ものであった。この選挙では立候補した全員がマラウイ会議党の候補者であったため、マラウイ会議党は国民議会の全議席を無投票で獲得した。その結果、マラウイは建国時点から単独政党による政治が行われることとなった。その後の1966年英国自治領マラウイから現在のマラウイ共和国へと 完全な独立を遂げるとバンダは大統領へ就任し、憲法でマラウイ会議党以外の政党を禁止して、一党制を確立した。以後、1994年の多党制選挙で、バキリムルジヒキール統一民主戦線が勝利するまでの長きにわたり、バンダによる独裁が続くこととなる。アジア経済研究所マラウイとガーナの民主化過程、アフラクンエレクションスデータベース1964。 ナショナルアセンブリーエレクション外務省マラウイ共和国基礎情報ありがとうございます